一戦場に到着。了解。わかった。戦場に聞いてるぜ。
ドローンや戦場に到着しました。ここの2階から出発すればフォースワンエリアの奥へ行くことができます。え、階段が壊れてる。問題ありません。もっと便利な方法がありますから。月の輪の中には空気に触れると素早く凝固するナノレベルのとある特殊な液体が保存されています。その液体を射出することで強靭で粘着性のあるロープが使えるようになります。言ってる意味分かりますよね。使えそうなものを発見したぜ。バイクがあればいいんですが。せっ、行動開始。行動開始。アルティメットブレイド完全解放。策的に集中してください。ここは変わった建物。隊長待って、この先少しおかしい気がする。何を発見したんですか、ライル。一部の怪物が円形の建物の外に集まっていて、様子が少し変だ。走るところでしたね。この道は前にも歩いたような、気のせいか。わかった。了解。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。了解。この方向じゃない気がします。引き返しましょうか。気のせいか。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。分かった。全部使えますね。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。分かった。
道は違うと思うんですが、私に運ばせてください。わかった。了解。わかった。了解。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解。発見を見てくれ。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。まずは用件を済ませてからゆっくりと見て回ろうぜ。素材習得。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。この道は前にも歩いたような。気のせいか。構築物の一つだと思いますが、他の種類のものとは明らかに違います。行動がより人間らしい。待って、今はそれを気にしている場合じゃありません。わかった。その手下が少し変わっています。この速度と力、怪物が凶暴になったみたいです。さっきの注射の方か。恐ろしい看護師さんだね。とにかく凶暴化して怪物を倒しましょう。ドレイド完全解放。0019、隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。貫通チャージ、収束モード、異常行動が気になります。それに観覧車に行くにはここは避けて通れませんから。あれ、あの怖い看護師さんは逃げたんでしょうか。急ぎ警戒を緩めず、まずは建物の内部を確認しましょう。構築物の反応がない。あいつ本当に消えたみたいだ。隊長、何を見てるの？修理日誌です。あのエレベーターは上の階に行けるみたいですが、予備用パーツの交換が必要です。エレベーターの修理会社の住所が書いてありますね。そこでパーツを入手できると思います。ええ、怪物は行方不明になりましたし、まずはエレベーターの修理を優先しましょう。収束モード、
バイクがあればいいんですが。この一帯は市の中心部だと思います。誰もいない建物ばかりだし、あちこちから水が染み出てる。ここの住人たちは無事セントフォンテーヌを出ていたらいいんですが。私の主人に従ってください。セクセクタセセ行動開始。まずは要件を済ませてからゆっくりと見て回ろうぜ。行動開始、行動開始。急ぎましょう。行動開始。急ぎましょう。次の行動座標に向かいます。収束モード。私の指示に従ってください。見つけた。日誌に書いてある型番と一致してるよ。急いで戻ってエレベーターを直しましょう。バイクがあればいいんですが。アルティメットブレイド完全解放。策的に集中してください。やっぱり遠くには行ってなかったんですね。集中して作戦開始。私のアルティメットブレイド完全解放。
ルティメットブレイド完全解放。0019了解。パワー全開。収束モード貫通。私のアルティメットブレイド完全解放。私のアルティメットブレイド完全解放。急ぎましょう。隊長、さっきのあの一撃はかっこよかった。プローニャ隊長。みんなもお疲れ様です。聞き間違いがなければ、さっき人間の言葉を使いましたよね。報告を読みましたが、今までのあなたの命名方式をもとにして、とりあえずタロット怪物と呼びましょう。それらには言語システムがなかったはずです。でもさっきのやつは確かに人間の言葉を話してた。まさか誰もいない都市で独学で人間の言葉を覚えたってこと？敵にそこまでの知能があるとは考えにくいでしょう。どちらかというと、あらかじめプログラムが設定された機械のようですが。まあいいでしょう。まだ手がかりが少ないですし、後でゆっくり考えましょう。はい、まずはエレベーターに新たなチップを入れましょう。親友、僕たちも手伝ってあげよう。もしあれらの怪物がある存在によって作られた産物なら、本当に人間を理解しようとしているのは実は。こっちではありません。僕たちはもう一度ルートを確認しましょう。補給？先輩の侵食の後はまだ完全に消えていません。疲労がたまらないようにと隊長は配慮したんですよね。それだけじゃありません。フォースワンに深入りして探索する前に少し準備が必要です。まずは基地に関して、一時的な拠点とはいえあまりにも粗末です。うん、確かに。他のものはさておき、座れる場所ぐらいは欲しいかな。それと調査中に未知の敵に遭遇しました。今まで第三小隊がしてきたように、それらの敵について記録し分析を行う必要があります。え、先輩、その表情どうして急に元気になったんですか？先ほど倒したあの怪物を例に挙げると、予想外の収穫は結構ありました。予想外の収穫？はい、その構造には
多くのレアな鉱物の結晶がありました。それと注射器の中の液体は不純物が入ってはいるものの、利用可能な液体状の崩壊エネルギーでした。ブローニャ隊長、いつそれを分解したんだ？少し驚いたよ。それらの資源を利用すればティミドの武装を強化できます。私のですか？どうしてそんなに貴重な資源は隊長の中層ウサギに使うべきです？もしくは先輩たちの武器に？いえ、戦闘の他にあなたの武装には他の用途があります。凝結機のパワーを上げ、標準の材質を改善すれば、より複雑な地形を乗り越えることができます。その通りです。行ける場所が多いほど入手できる手がかりも増えますから。そういうことだったんですね。はい、わかりました。隊長の意見に従います。よし、じゃあ早速作業を始めよう。忙しくなるよ。ええ、整備が完了したら私のところでこれからの予定を確認しましょう。全て正常です。いいタイミングで来てくれましたね、隊員。今さらそう言っても遅いですよ。以前にも話しましたが、臨時基地を整頓しようと思います。ここはやっぱり粗末すぎると思います。一時的な拠点だとしてもいささか無理があります。今後の行動のためにここに置く物資が必要になります。ナイルが町で品物をいくつか発見しました。セントフォンテーヌの異変が発生する前のものだと思うので使えるかもしれません。荷物運びにも人手がいると思います。同行してほしい相手はいますか？コホン。ええ、それがいいでしょう。彼なら物資の位置も把握してますから。今回の行動は計画外のものですから、自身の安全が最優先です。不必要な戦闘を避け、なるべく早く帰ってきてください。
ブローニャ、戦場に到着しました。急ぎましょう。親友、僕と再び行動を共にして何か感想はあるかい？まるで僕たちが離れた後の空白を埋めるかのように、最近はずっと一緒にいるよね。そりゃあもちろん、臨時基地に娯楽系の設備が一つもないからだよ。早く面白いものを見つけないと退屈でどうにかなりそうだ。以前はセントフォンテーヌの景色は唯一無二だってよく聞いてたけど、今はこんな風になってるなんて本当に残念だよ。それってセーフレイヤ学園で流行ってるジョークかな？結構ユニークだね。さて、そろそろ出発しよう。僕が道案内するよ。行動開始。この辺りなんだけど。次の行動座標。何か使えそうなものはないか、手分けして探そう。急ぎましょう。行動開始。君、戻るときは僕の近くに寄らないでくれ。これはいいね。少なくとも休憩するときにもっとリラックスできる気がする。この前たまたま第三小隊の臨時基地を通ったけど、まさか椅子が1個しかなかったとは。大変だったんだな。はっはっ、収束モード、発射、貫通、はっ、収束モード、せっ、はっ、やめてくれ。解体しに来たわけじゃないんだから。機動力には自信があります。どうやらまた手分けして作業する時が来たみたいだ。僕が物資を探してくるから、怪物たちは君に任せたよ。先に言っておくけど、別にサボろうとしてるわけじゃないから。隊長も言っただろ、戦闘を避けるようにって。僕は悪くないからね。このタイヤをどうするかもう思いついたから、絶対に壊すなよ。やあ親友、思っていたより少し遅かったね。はあ、ここはさっきの場所ほどじゃなかったよ。タイヤがいくつかあっただけだ。一緒に持って帰ろう。物資が足りない状況だから、いつ使うかわからないしね。けど異変があったからかな、セントフォンテーヌの暮らしはあまりにも花がない。行こう、基地ライフを豊かにするものを見つけないと。ブローニャ、戦場に到着しました。次の行動座標に向かいます。おや、
えそうなものを発見したぜ。敵に集中してください。急ぎましょう。崩れたばかりみたいだ。今度こそ価値のある物資は見つけられるかな。行動開始。おや、使えそうなものを発見したぜ。行動開始。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。行動開始。索敵に集中してください。やっぱりこうなると思ってたよ。道理で崩れたばかりのように見えたんだ。親友、人生って伏線だらけだよな。覚醒する。燃やし尽くせ。なしか。君の腕が良すぎて残念だよ。君が弱かったら僕だって冗談で、少なくとも怪我という収穫があったなんて言えたのに。やっぱり計画通りに市の中心部を見て回ろうか。この物資だけだと持って帰るのも恥ずかしいし。警戒を維持。
ローニャ、戦場に到着しました。せ、急ぎましょう。ふっふっ、せ、行動開始。急ぎましょう。次の行動座、まずは要件を済ませてからゆっくりと見て回ろうぜ。作敵に集中してください。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。わお、メリーゴーラウンドだ。残念だよ、水没してなかったらみんなで乗れたのに。出てくるような危なかった。友達がたくさんいる人みたいに映るところでしたね。いいな。一定時間内に木馬をどれほど乗り換えられるかという敏捷性を鍛える訓練機器のことですか。ごめん、やっぱり任務に集中するよ。次の行動。まだ任務中です。集中してください。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。行動開始。作敵に集中してください。ここはまあ悪くないかな。こういう暮らしの気配がする街が恋しいね。任務が終わったら一緒に一杯どうかな。あ、まずい。僕は今危ない言葉を口にしちゃった。せ、おや、親友、これは最高だよ。この家具だけで臨時基地の雰囲気が一気に変わる。ほら、バウンティーハンターがよく行くバーってあるだろ、わかる？親友、しかし、いや、ダメだ。カウンターチェアだけでも持って帰りたい。え？厄介な敵だ。今回は待って、親友、早くそいつを止めてくれ。あそこにはもっと大事な物資があるんだ。警戒を維持。戦場は職場と同じです。これ以上この怪物たちを自由にさせたらガラクタしか残らないと思うぜ。
ティメットブレイド完全解放。よかった、まだ使える。今君が見てるこれだよ。僕たちの目的を忘れないでくれ。退屈な臨時基地に楽しみを増やすことだろ。こいつを舐めてもらっちゃ困る。こういう場所で任務を行うときに楽しい気持ちをキープするのは想像よりもずっと大事なことなんだ。それに全てがうまくいけば打ち上げとしてカラオケ大会を開くこともありえるだろう。ブローニャ隊長は歌ってくれるかどうかわからないけど。とにかくこれで十分。そろそろ帰ろう。基地の模様替えもあるからね。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。ブローニャ、戦場に到着しました。せっ、急ぎましょう。警戒を緩めないでください、隊員。まだ任務中です。集中してください。バイクがあればいいんですが。急ぎましょう。敵に集中してください。
夫ですよ。かなりデザインの参考になりますので考察したいと思っています。彼のモノマネの実力は信じてますが、外には怪物がたくさんいます。彼にお願いする必要はありません。一人で戦って記録しても重要なところを細部まで記すのは無理でしょう。あなたはこのチームで最も敵について詳しい人ですから、私に協力してくれませんか。出口で待ってますから、準備ができたらし。そろそろこの戦場に到着。このエリアにいる敵は比較的種類が多いですから、ここから始めましょう。こういう空中に浮いてる怪物は偵察を担当するタイプでしょうか。シンプルで余計な構造がなく、浮遊生物のイメージにぴったりです。体の下部から伸びているチューブは何のためのものかは分かりませんが、普通の飾りではないはずです。一応メモしておきましょう。この2種類の怪物はどちらも弱いのですが、数は多いようです。こういったデザインは数の多い初級怪物によく見られます。目立たない敵に自爆能力とはいいアイディアですね。プレイヤーたちも遠隔攻撃の練習ができますし。任務の資料は全て頭に入っている。この敵はどこか見覚えがありますね。なるほど、あのチューブは連結装置でしたか。規制を通して弱い怪物を強化し、それらの行動パターンを変えるとは。面白い。気候の合体と通じるところがありますね。これらの怪物、連携能力を持ち始めたんですね。恋人の影響を受けたからでしょうか。だから太陽、月、それから星なのでしょうか。同じ系列ですね。わかった。
この戦闘を終わらせやしつけて。了解。分かった。一定の連携能力があるものの、全体的にやっぱり遅いですね。あ、終わりましたか。引き続き進みましょう。了解。現れたんですね、ステルス可能な構築物。その原理は光学特性を利用して周りの環境を元にして体の色を変えるのでしょうか。急に暗いところから現れるなんて、数も少なくなく、ほとんどの場合は集団で行動する。個体での作戦能力は敵と戦ってみてください。油断は禁物です。奴らの行動パターンは相…分かった。全力で戦う。燃やし尽くせ。特徴的ですが、攻撃パターンは原始的ですね。減点です。ステルスモードを一度解除すると、再びステルスモードに入る。片付けましたか。ええ、鋭い判断です。よく見てください。地面に痕跡がある。この道は前にも歩いたような気持ち。燃やしつけて。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。気
気づきましたか。まだあそこに一体隠れています。了解。わかった。その個体だけ探知が難しいのでしょう。まさか特殊な精鋭？持って帰って研究するしかありませんね。気づきましたか。ステルス能力にも欠点があります。強い光の下だと周りの環境に完全には擬態できず、正体がバレてしまいます。待ってください。確かにデザイン的に完璧すぎる能力はつまらない。実用面で欠陥を残した方がプレイヤーは対策しやすいかもしれません。すみません、本題に戻ります。考えたことはありますか。自己進化する能力を持ってるのに、どうしてこの怪物たちに弱点が存在するのでしょう。それは原因の一部でしかないと思います。私から見ると進化がまだ不完全だというのもあると思いますが、もっと大きな原因はそもそも敵が完璧な進化を実現できないからではないでしょうか。能力には代価がつきもの、そういう例はたくさんあります。巨人の体が大きいほど、そのアキレウスのかかとはより分かりやすくなります。資格のない敵はいませんし、解決できない難題もありません。観察、理解、思考、それは力と同じくらい重要な武器です。さっきの戦いを通してすでに理解したとは思いますが、戻ったらティミドにあるファイルを送ってもらいます。ベルトさんが直々に書いた「どう戦うか」です。かつての私が迷ってた頃、それが力になってくれました。あなたは才能のある人ですから、きっとその中から答えを見つけ出せると思います。こんにちは、先輩。
警戒を緩めないでください、隊員。体調は大丈夫ですか？運がいいのか、それとも潜在能力の現れなのか、今はまだ分かりません。
でもゾンビになっていないのは不幸中の幸いです。どうかしましたか？その話し方でなければもう少し信憑性が増すのですが、伝説の英雄今も昔も人々はそんな言い方を好むのですね。結局人々は物語にドラマ性を期待するものです。でも真相はいつも彼らを失望させます。あなたも特選部隊の一員なのですから、それは身に染みているはずです。では先ほど言っていた伝説とは何のことですか？いえ、噂と言った方が正しいですね。自分を伝説の人物と称するのは変ですから。そうとも言えます。他には何が？どうしました？何でもありません。ただの簡単な記録です。しかし最初に会った時のあなたの反応を見ると、私に対するあなたの認識は真実とは差分があるようです。あなたの想像ではブローニャはどんな人物だったんですか？緊張しないでください。ただ聞いただけです。先に誤解を解いておけばその後はうまくやっていけますから。これは経験談です。英雄のステレオタイプそのものですね。他には？これで大体のことは分かりました。あなたの判断力はすごいですね。そういった特徴を持つ人たちは被災者の中にも多くいますが、たとえ当時の経験者だとしても、さまざまな理由で物事を一つの方面からしか判断しようとしない人も多くいます。それに比べればあなたの認識は非常に客観的と言えるでしょう。全て正常です。